はい、皆さんこんにちは、フォーゲーマンシップのリチです。はい、ということで今回もサマーズボードやっていきたいと思います。今回は偽りの御嶽原、はい、そうですね。はい、ボスに待ち受けるのはくるみ割りの魔女ヒガンバナです。はい、で HP ディフェンスタイプで能力は全体化と回避アップレベルには持っております。でスキルすごい強力で最短7ターンで打てて、縦横斜め闇属者の味方が、HP7000 回復と自身を除くで回数制限は2回でスキルターンを4ターンも減少させるという強力なスキルですね。で、リーダースキルは闇属者の味方6コンボ以上で攻撃力 3.8 倍ダメージ 40% 軽減、まあ、ミクトランテクートリーが 3.3 倍ぐらいだったはずなので、まあ、ちょっと、ジャンルが違うんですけどね。確か攻撃タイプに対してかかるリーダースキルだったので、まあ、それを考えても倍率はかなり高いと思うので強力かなと思います。はい、で今回のパーティーはこちら、スキャタパーですね。はい、リーダースキルはダメージスキルの約6倍の HP って7倍です。でそれに対してファフニールとグラミスで、あとはヒガンバラじゃないワルプルギスの夜戯曲ですね。はい、こちらになっております。まあ、ワルプルギスの夜が入ってる時点でちょっとまあ分かるかと思うんですけど、ちょっと運要素があると2から5回っていうランダム性があるので、まあ、そこだけちょっと運が絡んできますよっていうところです。いきます、どう。はい、ということで始まりましたエリア1ですね。はい、まずエリア1なんですけど、まあ、本来というか、まあ、このステージはまずスキルターンを短縮していきますね。でその後にこんな感じでどのキャラクターも、まあ、反撃みたいな感じですね。でここは、まあ、理想としてはグラミスで一掃するのが理想だなとは思います。まあ、ただこんな感じで配置がちょっと微妙になっちゃった時は、まあ、しっかりですね、ミストルティンとか、あとは、まあ、今回で言うとミストルティンがいい感じですね。はい、で、どうしようかな。微妙なラインになってしまった。とりあえず動かす、誘導ができるかもしれない。はい、でグラミスで一掃するのもいいんですけど、まあ、この状態であればファフニールでうまくコントロールもしたい。まあ、とりあえず入れます。まあ、重要なのは右側のところなの でうまいことは残り95ターンっていうやつだけを、わー、その位置はまずい。これ残り95ターンのやつが降りてきてくれればめちゃくちゃいい形ができる。あー、いいね、上行っても OK です。はい、ということでここでグラミスを放ちますと。それと残り1体だけですね。まあ、あの1体だけになっちゃえばあとはもう避け続けるだけなので、で次の嫌なことも考えてしっかり通常攻撃で倒すといいですね。ハートよ、いでよ、いでよハート。でハートが出た場合は、まあ、しっかりファフニールで、全体が持ってるファフニールで格闘することをお勧めします。セイ、むむ、うん、いい感じに減ってますね。で全体化、この勢いなら倒せそうですね。通常攻撃で、まあ、うまいことスターを狙ったりしつついけるといいですね。はいはいはい、グラミスも溜まってきてるので、いやでもちょっとまだ回復が欲しい。できればもう一個ハートが欲
欲しいところ。出ませんね。ちょっとギリギリまで粘ります。ハート出てくれ、ハートよ。出ない、ハートが出ない、出ないか。出ないね、すごく出ない。これが最後のチャンス。入れよ、ハート。もういいです。はい、いきます。はい、無駄にミストルティがダメージをくれただけでした。はい、エリア2です。エリア2は、中ボスみたいな感じですね。クルミ割りの魔女の進化前が出てきます。で、周囲にあのなんかなんだこれ、トゥースラッガーみたいなのが出てきますね。ちょっと本当の名前はあるんですけど。で、ここのエリアは、グラミスと、パフニールをうまく使うと、まあ、こんな感じでですね、一掃できます。で、あのトゥースライダーはどんどん復活してくるんですね。ただ有限っぽくて、おそらく13、14体ぐらい出てくると思うんですけど、まあ、しっかり倒しきればあの復活することもないかなと思います。さあどうするか。理想としてはこいつがここに降りてきてほしい。じゃあどうすればいいのか。こうかな。上に行く可能性もあるんですけど、下に来てくれないかな。よいしょー、素晴らしい。ちょっとどういうアルゴリズムか分かんないんですけど、うまいこと入ってくれました。まあ、火ダメージ結構あるんですけど、次のエリアでハートを回収できるタイミングがおそらくあるはずなので大丈夫かなと思います。ナイスー。はい、でこれ一応ワンパンできず、ちょっと通常ダメージが足りないと倒せないです。で、ワルプルギスいつまで止めとんないって話なんですけど、この私の感情が追いかけてくるで呪いプラス攻撃力アップをかかった後にワルプルギスのようで一掃する形がいいかなと思います。この攻撃力アップが割とこうなんていうんですかね、侮れないというか。はい、こんな感じですね。まあ、あとはうまいこと敵の HP を削っていけば、まあ、多分稼げるかなと思います。で、あと入れるダメージとしてはファフニールのスキルを一発入れるぐらいですね。はい、で残り10ターンになると呪いが切れて、また新しい呪いをかけます。で、今回は攻撃力アップした後にかかった呪いなので、さっきの呪いよりもちょっと優が高いです。で、ここでパフニールを入れると、そうすればあと残りは削り切れるのかな。いけそうですね。1万6000でしっかり稼いでいけばいけるような気がします。はい、ちょっと移動先を間違えましたが、これですね。これでまた残り多分 10% ぐらい切ると絶望してなんか新しいのを追いかけるんですけど、これまたちょっとさっきのドレーの強力なもので、これかかっちゃえばほぼほぼ勝ちですね。2ターンぐらいあれば倒せるはずです。1ターン目はちょっと優が弱いんで、はい、ここで多分もう倒れるんじゃないかな。はい、そうですね。ということで次はエリア3ですね。で、エリア3に関しては、グラミスとミストルティンが使えれば割と楽チェンに進めます。あ、まず敵がですね、この歯の方が縦列にダメージがあると、で鳥の方は突撃があるで、どっちかというと鳥の方が危険なので、まあ、鳥を巻き込みつつこんな感じでいきますと。で、あの後の歯のやつは、まあ、しっかりおびき寄せ、1体だけおびき寄せて、残りはミストルティのスキルで倒すという形ですね。はい、で、ここもあとハート探してスキルを貯める感じになります。で、さっきと同じようにハート取るときはファフニールで取るっていうのを意識すればスムーズにいけるかなと思います。あ、間違えた、まあいいか。で、ここもまあここはですね、正直
あの最後はミソルティのスキルを使って倒せばいいので、そんなにこうなんかあれで攻撃しなきゃとか通常攻撃で倒さなきゃとかっていうのは特にないですね。あ、これ多分スキルが来るんじゃないかな。あ、左来ちゃうかな。来ますね。はい、全体回復で、それなりに味方が回復しきれば、ミソルティのスキルで一気にとどめを刺すか、こっちですね。スキル使ってこいよ、せい。あ、今ので決めてもよかったですね。左に来れると2体が、ああ、巻いてない。もう1個拾いたい、ハートを。ハートをもう1個拾っておきたい。よし、来た。これでミストルティン発動じゃないな、取ってから発動ですね。よし、はい、これでほぼほぼ HP 満タンの状態でボスに突入できるという感じですね。で、ミストルティンで倒すのは本来なら通常攻撃の方が効率いいじゃんと思うんですけど、どうせあの次のボスエリアは、4ターンぐらいの間敵の防御力というか火ダメージカットが入るので、あんまり動けないですね。なのでここは無難な感じで行っていいと思います。4ターンですね、このでちょうど、ミストルティも入ったタイミングで1個、ターンが減って4ターンになるのでちょうどいい感じですね。呪い、これはどっちか。この呪いはあんまり気にする必要はないと個人的には思っています。上に行け、なるべく光属性にはダメージを与えないので。うわー、これででも憎しみが来たら怖い。あ、これなら OK。 これはあれですね、範囲攻撃、あ、周囲に対してノックバック攻撃ですね。はいはいはい、6000、結構力が高い。残り1、またこれか。で、敵の火ダメージカットがなくなった瞬間に一気にスキルをいっぱい叩き込みます。はい、闇、これはですね、全体攻撃ですね。まずは、ワルプルギス、結構入りましたかね、よくわかんないですけど、はい。で、使えるものは使うと。で、まあ闇なので、これで右下に降りてくれると非常にありがたい。右下に来い、右下に来い、右下に来い。あー、憎しみ、これは、右ですね、右というか横列ですね。はい、で、今残り15ターンなんですけど、残り15ターンになると、右下左下上4マスに強力なスキルを打っていきます。これは絶対に当たらないようにしてほしいです。てんてんてん、リボンの動き、これですね。ちょっと見えないんですけど、左下と左上も、A に入ってますね。また闇で、闇連射されるとちょっと困るんですよね、絶対攻撃なんで。でも多分ここで、あ、入らないっけな、入らないか。残り20パー以下ぐらいになると呪いをかけてきますね、こちら側に。憎しみ、セイン、まあ、あとはスキルをしっかり当てていく感じになりますね。まあ、ミストルティンは、まあ、当てても当てなくても正直どっちでもいいかなぐらい。これ盾か、厄介ですね。逃げましょう。せいせい。さあ、ピンチになっている。闇、闇、ファフニールはもう一回入れときたい、死ぬ前に。セーフ。さあ、来い。威力が高い。おお、上来そう、すげえ上来そう。ですよね。おー、ナイスか、いい、素晴らしい。呪い、スマフニール叩かれて削られるのも困るので打っときます。
あとはしっかりワルプルギスまで行ければ理想ではありますね。斜め、まずいな。恐れず斜め下に来てファフニールが生き残るかどうかがネック。ギリギリ残った。憎しみ、うん、耐えれるのか。残り5ターン。スキブつけてないの本当に。おお、ナイスナイスナイス、素晴らしい。さあどう出る。ああ、寄ってくるのか。うわー、嫌なやつだこれ。ファフニールは捨てよう。さあこの判断がどう出るのか。下矢印がなければ攻める。打ちます。闇、闇はまずいよ。闇はものすごくまずい。闇2回とかだったら最悪。オッケー、ナイスタイミング。呪いはすごくいいですね。この呪いそんなに強くないんで。よっしゃー、これはもらった気がする。いや、ワルプルギスがしっかり決まれば。さあもうここから運ですね。頼むぞワルプルギス先生、勝負。カモン。よっしゃー、勝ちました。はい、といった感じになっております。今回は、ミソルティをリーダーにしたスキルアタックパーティー、もう神神神で、あとはモンスタートーバスのキャラクターなんですけど、ちょっとね、もっと制作難度を下げれればいいんですけど、今回のダンジョンもコラボということで結構強力でした。はい、といった感じですね。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それではまた別の動画で、バイバイ。